はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、しげちです。実はですね、ミッション83大結集の最初の部分がですね、キャプチャーボードの中わけわからんエラーで撮れてなかったんで、ちょっとこれ撮り直しになります。ここの最初だけということで、よろしくお願いします。知っていますか？8年前ストームチームの一人がマザーシップを撃墜したのです。残念なことに彼はその戦いで消息不明になったとか。私の英雄です。いつか私も彼に負けない戦士になりたい。ミッション83大結集、フォーリナーの軍団が集結を始めました。おそらく総合撃の前触れだと思われます。すでに我々に戦力らしい戦力はなく、総攻撃を受ければひとたまりもありません。このままでは全滅を待つだけです。方法は一つ、敵の準備が整う前に決死の覚悟で奇襲攻撃を行うのです。まさに一か八か、生還の難しい戦闘です。作戦の参加は自由、戦意あるものだけ戦場へ赴いてください、とこうなってこういくわけですね。さあ気を取り直していってみましょう。これ無理に近づく必要はないんですね、おそらく。つうか撃ちづれよ。意外と連射ができますね。いけい。ズズラか、ズズライフ撃ってた。なんか来たけど気にしない。なんか懐かしいな、このスタイル。一時使ってたね。
忙しい。なかなか忙しいな。さあ飛行しないビーグルは死にたまえ。ここあれなんですね、あんま動いちゃいけないんですね、遠くに。あんまり撃ってると仲間に当たりそうですねあれ俺も食らうんですよね。そう、迫撃砲の射程距離結構長いんだよね。おっとっとっと、撃ちづらい、なんて撃ちづらい。当たってないな。いつまでも下品な顔を覗かせてんじゃん、ああいう。やっぱミサイルなんですね、こいつらには。いけい。なかなか壊れない。うーん、リロード。うお、すげえすげえ。回復しましょう。盾付きか。俺も盾持ってる。挟まった。そこ盾で隠した方が変でないの？あれ、当たんないな。ここが当たる、当たるとこ。久々に跳ね返した。2発だけど1枚。これが長丁場になりそうですな。動けない。
しよし、次ここら辺に回復があるって覚えておきましょう。ここら辺あれがリンク落としてるのか、ひょっとして。まあこれ雲にも効くんでね、このハイタルは。あ、ハイタルじゃん、アーケインだ。ただね、弱点があるんですよ。横から出ちゃうというね、横から出ちゃうのが弱点なので、壁とかによくぶつかって爆発しちゃうんですよ、その場で。打ちづらいな。移動しましょう。くそ、無理だった。おお、目の前で危ねえ。カウンタースタイルですね、これ。逃げてったあいつ。まいやー、頑張れ、追いかけろ追いかけろ。壊れろ。いまいましいアリの輸送船、オッケー。あらら、久々にというかたまにしか使わないミサイルを食らえ。意外と強いな。迫撃砲もついでに食らえ。やっぱり槍も食らえ。 OK。 そうそう、忘れていた、俺はあれを、猪突猛進だけが偏差じゃないということを忘れていました。ちゃんと考えながら行かなきゃダメですね。ちょっとね、ジャベリンダッシュをつけると突撃したくなるっていうね、荒い悪い癖なんで、戦略を練っていかんとダメな場合もあると。あれはまだいい、あれを落としたい。もうちょい近づく。自分の背中で見えないな。多分こんぐらい高く撃てば当たるでしょ。当たってるね。壊せ。よし。よし。いいペースだ。いいペースなのか？来たぞ。ダメだ、こんなこと知ればいいじゃん。危ない。よいしょ。自分の3を食らった味はどうだね。やはりヘクトルが目覚めてしまった。
アリのサンデーはね、アリ自身はもう死なないんですよね。多分食らってはいるんでしょうけど。おっと、やばい、ディロイが。これは弾き返せないんだよね。よし、OK。うん、回復だ。まあこれ普通にね、防御もできますからね、このリフレクターってね。これはフェンサーだけに許された特権出すんでね。出すんでね。特権ですんでね。いや、長いな、このミッション。やばい。さすが、最終ミッションの2個手前。取っちまった。間違えて。だいぶ敵減ってきましたね。そりゃそうだ。頑張って倒してる。まあ、片方の肩につけてるだけでも結構、そう、連射は効くんですね。OK。あっさり。ミサイルを食らいやがれ。おお、危ねえ。びっくりした。危ねえ。自分のミサイル食らうとこだった。ほら、よくもさっきはやってくれたな、おにゃろ。さて、残りを片付けていきましょう。なんかまだ浮いてんね、一人。あれは最後に取っとこう。恨み肌さで置くべきか。あいつだ、あいつ。こいつだよ。こいつのせいで苦労したの。やつは最後にじっくりと。おお、何してんのあいつ。後ろからちょっと挨拶するか。しかも2発目を入れると。さらばじゃ。どっちから倒そうか。お目覚めだよね。俺は珍しく射撃武器を使ってるから、ね、自分の位。よし、よし。俺にそんな技は効かん。残りはあと2匹。いやー、久々苦戦した。やっぱあれですね、何でもかんでもご両親の装備じゃダメですね。まだまだ一人前じゃないってこと。
どっちに打ってんな空に打ってさてとお前だふふ追いかけろ追いかけてけ追いかけてけああ疲れたさあいよいよ迫ってまいりましたよ最後の時がここで最後なんでね次はここですね